カツマ、土曜日ショッピングモールに行こうか。はい、僕あそこにあるレストランに行きたい。いいわよ、特大のパフェ食べよ。やったー。僕はママが大好きだった。でも遅いぞ。どこ行ってたんだてめえ。何よ、ただ買い物に行ってただけじゃない。ママ、パパ。うちのパパは亭主関白で、すぐにママのことを怒るんだ。ママ、大丈夫？ええ、タツマ、大丈夫よ。そんなパパが、僕は大嫌いだった。そんなある朝、タツマ、ごめんね。え？ママが急に荷物をまとめて家から出て行ってしまった。待ってよ、ママ！ママ！どれだけ叫んでも、ママが振り返ることはなかった。どうした？ママが出て行っちゃったんだ。僕がそう言うとパパは、そうか。それだけ言っていつも通りリビングへ向かった。それだけ？パパのせいだ。パパのせいでママは出て行ったんだ。それからのパパとの二人暮らしは最低の日々だった。パパ、洗ってあるパンツもうないんだけど。はあ、今履いてるのもうしばらく履けるだろう。パパは何もかもがいい加減でだらしないから、家事なんて全くしなかった。休日は朝からお酒ばかり飲んでいる。久しぶりにママの料理が食べたいよ。ママがいなくなって1週間、パパはママを探している素振りすら見せなかった。パパは洗濯すらしてくれないし、僕も仕方がわからなかったから、服がどんどん臭くなって。ちょっと臭くない？あいつ昨日も同じ服着てたぜ。だんだんと友達が少なくなっていった。放課後、あの子のママ家を出てったらしいわよ。いやーねー、私は息子を置いて出てくなんて信じられないわ。パパ、お願いだからママを探してよ。ママを探し出してママに謝ってよ。僕は心当たりのある場所を探したんだけど、ママはどこにもいなかった。だから僕はパパに直接お願いしたんだ。だけど、うるせえな。その女のことを二度と口にするんじゃねえよ。くそ。僕はパパに腹が立って仕方がなかった。数日後、今日はパパがバーベキューをすると言って川へ僕を連れてきた。いい肉あるからな、いくらでも食えよ。10万買ったお祝いだ、買ってやろうぜ。パパは競馬で勝ったらしく、ご機嫌みたいだった。うめえなこの肉、タツマも食えって。うん、こんな時にバーベキューなんて何を考えているんだろう。するとパパはお酒も進んで、いつまでしけた面してんだよ。だってあの女のことか、あいつはもう天国に行っちまったんだよ。だから忘れろ。え？どういうこと？よし、そんなことより立つのは川遊びだ。何言ってんだよ、さっきのどういうこと？ああ、ぐだぐだ言ってんじゃねえよ、男がよ。パパ気持ちいいぞ、立つの。かなり酔った様子のパパは一人で川に飛び込んだ。その時、あ、雨か。雨が降り出してきたんだ。タツマ、俺の華麗なクロールをお前に伝授してやる。いいよ、もう帰ろうよパパ、雨が降ってきたよ。だけどパパは聞く耳を持たず、雨足が強まっても水量の上がった川を一人泳いでいた。さっきのパパの言葉って、つまりパパがママを？僕はパパがさっき言った言葉の意味を考えていた。そしてその時、上流ではさらに激しい豪雨が降っていたらしく、一気に川の水かさが増し、すごい勢いの濁流がパパを襲った。パパ助けて。パパは川に飲まれ、タツマ、パパ。そして下流に流されてしまった。パパは必死に助けを求めていたけど、僕は足がすくんで動くことができなかった。ママがいなくなってパパまで。そして僕は、やったー！不運な事故だったけれど、パパがいなくなってすごく嬉しかった。僕はその後念のため警察に連絡した。川の流れが強く、数日間捜索したけど、
パパは見つからなかったそうだ。僕はこのままパパが帰ってこないことを祈った。そして数日後、このことは新聞でも取り上げられ、近所でも有名になった。これで僕は一人だ、自由だ。僕はその解放感に浸った。だがそんな幸せな気分もつかの間。君が谷本達馬くんかい？誰？他に身寄りのなかった僕は児童養護施設に保護されることとなった。しかし、ちゃんと拭きなさい。施設では掃除洗濯などの家事をはじめとする雑用を厳しく指導された。児童養護施設の暮らしはパパと過ごした日々以上に最低だった。パパがもっとマシだったなら、ママも出て行かず、僕は一人ぼっちにならずに済んだのに。日ごとに父親への怒りは増し、早くここを出たくて僕は必死に勉強をした。その結果、20年後、辰馬先生こんにちは。こんにちは。俺は医者になった。今は周りからも信頼されており、順風満帆な人生を送っている。そうですか、わかりました。引き続きお願いします。俺は便利屋さんに母さんの捜索を依頼していた。父さんはあの時天国に行ったと言っていたが、俺は一縷の望みを抱いていたのだ。だけど母さんは未だに見つからず。そんなある日、交通事故です。50代男性、受け入れ準備はできている。すぐに処置室へ。意識混濁、脈拍に乱れ。ある男性患者が急患で運ばれてきた。この人は私たちの家族なんです。助けてください。わかりました、ご家族を頼む。はい。戻ってこい、戻ってこい。俺が治療室で心肺蘇生術を試みているその時、あることに気がついた。どうしました先生？そうか、うるせえな。その女のことを二度と口にするんじゃねえよ。父さん。俺はこの急患の男の顔に父親と同じあざがあることに気がついたのだ。こいつまだ生きてたのか。先生大丈夫ですか？いや、人違いかもしれない。ああ、そうだ。今は人命が最優先。VP に戻りました。DC 充電、離れてくれ。そして、電気ショックを与えようとした次の瞬間。辰馬、辰馬。男は俺の名前を呼んだ。意識が戻ったようです。この時、俺はこいつが父親だと確信した。こいつのせいで、母さんは行方不明に。そしてこいつのせいで、俺の人生はずっと最低だった。もしこのまま俺が何もしなければ。先生？そして俺は適切な処置を施し、ひとまず父の容態は落ち着いた。その後、俺は父の集中治療室に潜り込んだ。生きていたとはな。あの川での事故以来20年ぶりの父親の姿だった。老けてはいるが、確かにあの時の面影があった。この朝も変わらない。こいつのせいで母さんは。それに、この人は私たちの家族なんです。助けてください。ご家族を頼む。こいつはまだ幼い俺を放っておいて違う家族を作っていたのだ。俺はあの施設で毎晩泣いていたのに、次第にまた怒りがこみ上げてくるのを感じた。お前がいなければ、お前がいなければ。俺は気がつくと父親の呼吸器に手を伸ばし、そして、ちょっと待った！アントンさん、なぜここに？突然、集中治療室にアントンさんが入ってきた。そして、その後ろには、母さんなのか？アントンさんは、俺の母さんを見つけ出してくれたのだ。見つけてくれたんですね、アントンさん！ああ、しかし、辰馬くん、君には知らなければならない真実がある。真実？辰馬、本当にごめんなさい。母さん、そんなに謝らなくてもいいよ。全部この父さんのせいなんだから。違うの。そして母さんは衝撃的な事実を俺に告げた。私が別の男性と恋に落ちたの。え？俺は母さんが何を言っているのか意味がわからなかった。別の男性、恋？そうだ、君のお母さんは20年前お父さん以外の男性と駆け落ちしていたんだ。君はお父さんのことを何か勘違いしていたのかもしれない。そんな、じゃあ父さんは？そう、父さんがあんなに母さんにきつく当たっていたのは、家族を捨てて去っていこうとする母さんへの憤りだったのだ。そして父さんはずっとそれを隠していたんだ。
俺がショックを受けるだろうと。俺は目の前がクラクラした。そして君のお父さんは20年前川に流された時、記憶喪失になってしまったそうだ。記憶喪失だって。そしてそれを偶然助けたのがあの施設の方たちだったのさ。施設、そうか、あの女性は。父さんは新しい家族を作っていたわけじゃないんだ。施設の方々は記憶の戻らないお父さんの身元がわからないまま20年間保護してくれていたのさ。お父さんは何も悪くないの。私が全部悪いの。私のせいでこんなことになって本当にごめんなさい。そんな、それなのに俺は父さんがいなくなって喜んでいた。俺は20年間も勘違いで父を恨んできたのか。バーベキューに連れて行ってくれたのも母さんがいなくなって寂しがっていた俺を励ますためだったのかもしれない。ごめん父さん、ごめん。俺はなんてことを。俺は父さんに謝りたかった。だけど父さんは、そして成功しました。本当ですか。3時間の手術の末、俺は父さんの手術を完璧にこなした。ここは。そして数日後、父さんはベッドの上でゆっくりと目を覚ました。病院だよ。あ、辰馬か。父さんはじっと俺の目を見つめ、ほろりと涙を流した。あ、俺がわかるの。父さんはこの事故の影響で奇跡的に記憶を取り戻したらしい。辰馬なんだな。そうだよ、辰馬だよ。その後、俺は父さんに謝罪した。ごめん父さん、今までごめん。俺も正直に話せばよかったんだ。だが母さんに出て行かれて正気を保っていられなかった。だから先に逃げちまったんだ。俺の方こそ寂しい思いをさせて悪かったな。その後、母さんはまた3人で一緒に暮らすことを提案するために訪ねてきた。今の家族とうまくいっていないらしい。だけど俺は丁重にお引き取り願った。俺は現在父さんと2人暮らしをしている。肉焼けたよ父さん。お、うまそうだな。失った20年は戻ってこないけど、これから2人で新しい思い出を作っていきたいと思っている。